こんにちはシュタインバッハ大学の石川ですいつも私のチャンネルを見ていただきましてありがとうございます日本からの友情を込めた124万回分のコロナウイルスワクチンが無償援助で台湾に到着世界の反応を見ていきます台湾フューディングウィッドチャイナーゲッツバックシーン from Japan。中華人民共和国と対立する台湾に日本からのワクチンが到着 台台湾台北 AP 通信日本からの124万回分のアストラゼネカのコロナウイルスワクチンが金曜日に台湾に航空便で到着しワクチンが欠乏している台湾がコロナウイルスのパンデミックと戦うのを助けたこの無償援助は各国が自国の人口に十分なワクチンを確保するために争っている中で地政学が 世界的なワクチン供給にどのような影響を与えたのかを見せつけた「台湾は中華人民共和国が台湾へのワクチン供給取引を邪魔している」と非難している「現在7月に予定されている東京オリンピックを前にして独自の供給を加速しようとしている日本のおかげで台湾のワクチン供給は倍増する」 日本の茂木敏光外務大臣は金曜日記者団に対し日本は台湾の要請に応えておりワクチンの寄付は日本と台湾の重要なパートナーシップと友好関係を反映していると語った台湾の蔡英文総統はワクチンを運んだ JAL 機の着陸後に共通の価値観と相互援助の上に築かれた 台湾と日本の真の友好関係を再び目の当たりにしていると述べたしかし日本も台湾もどちらもファイザーとビオンテックが開発したワクチンを手に入れるための台湾の世界での努力をめぐって台湾のワクチン入手を中国共産党が邪魔してきたことには触れなかった台湾は 低所得国と中所得国にワクチンを配布する国連のプログラム COVAX を通じてアストラゼネカのワクチン505万回分モデルナのワクチン476万回分合計で1000万回分のワクチンの契約を結んでいるまた現在中間段階の知験中の独自のワクチンの開発も進めてはいるしかし世界的なワクチン製造供給の遅れによって 先月でたった70万回分しか割り当てられなかった。日本は COVAX を通じて台湾にワクチンを送ることを検討したものの、国連を経由すると時間がかかりすぎると判断し、日本から直接台湾へ送ることとした。蔡英文総統は先月、中国共産党がドイツの共同開発者であるビオンテックに圧力をかけて、 そのワクチンを台湾に供給しないように邪魔して止めさせたと非難した蔡英文総統は彼女の民主進歩党の議員たちに次のように話していた我々台湾はドイツのサプライヤーとの契約をほぼ終えていたのですしかし中国共産党がこの国際契約を邪魔して供給がされなくなってしまっている 台湾の陳保健大臣は後にドイツのビオンテックが台湾に対してこの取引を発表するプレスリリースで台湾の国家という言葉を変更するように途中から求めてきたと述べた台湾は名目よりもワクチンの確保が喫緊時だとしてその文言を変えてもよいと合意したがそれにもかかわらず なぜかドイツのビオンテックとの取引はまだ宙に浮いたままである世界の反応ドイツでの契約で何で国じゃなくて島と言わないといけないんだパチパチパチ拍手我らが台湾の友人が助けを必要としている「よくやった日本!」 日本は自国民にワクチン接種せずに送ってしまって大丈夫なのかオリンピック間近なのに台湾の人民はタイムリーな日本の援助に感謝します困った時の友こそ真の友人習近平が台湾へのビオンテックワクチンの供給を邪魔した日本に感謝しますアメリカには感謝しません 中国が国策で中京ワクチンを世界中に大量に送ってきたのにアメリカは眠り続けてきた中国は台湾に中京ワクチンを使わせようと欲しているだから中国は台湾のワクチンの確保を邪魔してきたんだ日本からのワクチンは JAL809 便で台湾に送られた809便だそして なんとワクチンが送られた日は天安門広場大虐殺記念日の6月4日だよ。JAL809 便1989年すげえメッセージだな。以上世界の反応でした。今日はこの辺にします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。